何この妖怪。超不細工なんですけど。お、一応これで、二つクリアやろ？んで、そうだな、とりあえず、あ、自転車乗れるようになっとる。やったね。おー、チリンチリーン。イエーイ。ちょっと自転車屋さん行ってみよっか。なんか話をしておくからみたいなこと言おったやんか。自転車だからってちゃんと止まってね。自転車さんどっちやった？こっちやったっけ？ブブーってなった。まっすぐ動くの難しいかもしれん。ほら、自転車屋。来た来たー。自転車屋さん。ヘイ、君がサーカスのやつから自転車をもらったボーイだね。ここでは自転車のカラーリングやベルをフリーダムに変えることができるぜ。ヘイヘイ、早速自転車のカスタマイズするかい？カラーリングとかどうでもいいんですけど。やめとこ。おう、そうかい。またいつでも来てくれよ。了解っす。あー、なんかいいね。めちゃくちゃいいね。いい感じだわ、これ。あ、でも、宝箱の見落としとかがなくなるようにせんとね。なくなるように、ないようにせんとね。チリンチリン。よし。大して自転車に行った意味はなかった。あ、よかった。今まっすぐ来れたね。よかったよかった。じゃあ、とりあえず次の依頼を受けておこう。どれ？これ？違う、こっちだ。この子か。どうした？ USN 各地で話題沸騰、ミラクルサーカスにようこそ。で、ごめんなさい。今別のお客さんの対応中なんです。あ、それお客さんなんやね。別のお客さんって？さっさと始めろ。客が待ってるんだぞ。ですから、まだ開演時刻ではありませんし、お客様は入場チケットもお持ちでないみたいなので、チケットなんざいらねえだろ。これだけは無料にしろ。どんだけだよ。そんな無茶な。なんだか大変そうですね。ちょっと理不尽すぎるよね。さすがにチケットがなきゃ見れないのが普通だと思うけど。この人ってば、さっきからこの調子で困っちゃってるんですよ。このままじゃサーカスどころじゃないし、どうしたらいいかな。でも世の中妖怪がいなくてもこういう感じの人がいるから困ったもんなんだよね。ケイタくん、お姉さんを助けてあげましょう。理不尽すぎるクレーマー。誰これ？おじさんが理不尽なクレームで受付のお姉さんを困らせていた。どう見ても様子がおかしい。これは妖怪の仕業に違いない。これが妖怪かな。このクエストを受けます。君が手伝ってくれるの？ありがとう、助かるわ。おい、俺を無視するな。申し訳ありません。なんかこのお客さん、さっきから様子が変じゃありません？ケイタくん、あたりをサーチしてみましょう。理不尽すぎるクレーマー発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビします。困ったお客さんの周りをサーチしよう。よし、どこだ？これか。あ、これや、さっきの。誰だこいつって言ったやつ。妖怪を見つけた。何この妖怪。超不細工なんですけど。あらあら。しかも女？ちょっと何見てるのよ。受付のお姉さんも困ってるみたいだし、取り付くのをやめてくれないかなーって。そんなのこっちの勝手でしょ。どうしても離れて欲しかったら、カップケーキを3つと、ユカコーラ2リットルを1つ、すぐに持ってきなさい。なんで俺たちが、理不尽じゃない？あ、理不尽やけん、不尽なんや。へー。ケイタくん、ここは我慢して言うことを聞きましょう。大人になるってのはそういうことでびす。もう、しょうがないなぁ。カップケーキって持ってなかったかな？ユカコーラ2リットルはさっきの、やつで持っとるけど、持ち物。カップケーキ。カップケーキってどれだ？ロイヤルパンケーキ。ユカコーラはある。カップケーキ。ああ、なさげ。あ、なさげだね。あ、これじゃね、カップケーキ。あるじゃん。よし。揃った。なに？ようやく持ってきたの？早く出しなさいよ。渡す。ほい。
カップケーキを3個手渡した。ヨカコーラ2リットルを手渡した。あらあら。確かに言われたものは持ってこれたよね。でもあんたたち待たせすぎよ。こうなるの10秒以内に終わらせなさいよ。へえ。遅すぎてイライラしたからバトルに付き合いなさい。ちょっと。さすがに理不尽すぎるでしょう。ほんと理不尽だな。あ、でもこれクリアしたらきっと仲間になってくれるはずっていう希望を抱いて、さあ行け。あー、ダメだ。さっきからことごとく。よし、ほい、よっしゃー、さあ行け。ジバニャン百裂肉球。まだか。百裂肉球。あれはペラペライオンは取り憑かれているのか。大丈夫？あ、でも、おぉ。うちのジバニアも取り付いたからって言おうとしたらミスかーい。さあ、行け。カリカリベーコン。お、まだやった。もう集まったと、もう集まったというか、うん、集まったと思って手を離してしまったよ。あーし、ん？どうしたの？リー夫人自分攻撃しだしたけど、混乱中？おっしゃー。勝利。やったね。さあ、理不尽なお願いもすべて聞いたよ。仲間になってくれるんだろうね。あらあら。キー、何よ、あんた強すぎるのよ。ここは負けるところでしょ。そんな理不尽な。まったくもう、今の子ってば気が利かないんだから。頼まれたものは持ってきたのに、ひどい割れようでぃす。なんだ、まだ言いたいことが。そうね。ティーパーティー用のお菓子を探しに行く手間はなくなったから。そこだけは褒めてあげるわ。そこだけよ。仲間にならないんかい。おお、消えていきましたね。取り憑かれてた人も元に戻ったはずです、うん、だね。さあ、どう、ね、おじさん、まだ会場まで時間あるし、周りのお店とか見てきたらどうかな。いや、その前に入場券は。あれ、本当だ。だいぶ時間があるじゃないか。何か食べるものでも買いに行くかな。ああいう顔やったね。もっと若いかと思っとった。よかったー。君、ありがとね。これでようやく受付の準備ができるよ。どういたしまして。受付の準備すらできてなかったんか。よかったよかった。いやー、大変でしたね。ウィスパーは何もしてないけどね。な、そんなはずは。ほら、あたりを調べるように言ったり、サポートしましたって。ね。妖怪がおるって分かったら、調べるよ。サポートって言うくらいなら、ケーキの売ってる場所調べたり、いっそウィスパーが全部買ってきてくれたらよかったのに。そんな理不尽な。お、取り付いとるか。理不尽すぎるクレーマーはバッチリ解決。イエイ。さあ、これで、3つクエストクリアしたよ。族お邪魔道。その族の前を知らないんだけど。ルーレットボーナス。さあ、来い。次はスタミナもアルファでお願い。さ、さ、さ、さ。お！お、やったね。スタミナもアルファを手に入れた。今、私来とるな。お、ストーリーのロックが外れた。やあ、話は聞かせてもらってよ。君のおかげでサーカスが始められそうだ。本当にありがとね。どういたしまして。5つのうちの後の2つは自力で解決したんかな。お礼と言っちゃなんだけど、今日のサーカスに特別に招待してあげるよ。いいの？もちろん。はい、ショーのチケットだよ。お友達も誘っておいで。やったね。サーカスのチケットを2枚手に入れた。うわあ、やった、ありがとうございます。ケイタくん、よかったですね。マックも誘ってこよう。マックと一緒にサーカスを見よう。マックは一体、あ、あそこ？サーカスのテントの前におるやん。あ、全然自力で解決してないんや。旗のマークはあるまんまなんやね。あれ？あ、おったおった。近くね、看板に。ケイタどうしたんだ？サーカスのチケットもらったんだ。一緒に見ようよ。マジか。お前すっげえな。そろそろ始まるみたいですよ。早く見に行くにゃん。キラッキラしてるやん、ジバニャン。かわいい。お。
レディース&ジェントルメン、本日はようこそお集まりいただきました。今夜は煩わしい現実を忘れ、素晴らしい夢の世界をお楽しみください。ワクワクするな。さあ、まずはピエロによるパフォーマンスをご覧ください。どうなった？これビラ配りの人？別の人かな。おー、ちょっと焦っとるけど。すげえ、頭で。すごい。俺あんなの絶対できねえよ。まあそりゃね。あの声はどうかされましたか？なんでもないの。それよりなんて素敵なのかしら。私もやってみたいわ。無理やろ。お嬢様ったら、あんなに危険なこと真似してはいけませんよ。分かってるわ。冗談に決まってるじゃない。あ、次は何かしら。お次は可愛らしい双子による空中ブランコ。お。見せてよ、空中ブランコ。くー、すごかったな。やっぱ最高だぜ。うんうん、すっごく楽しかった。しし、チケットありがとな。盛り上がってるね。お。あら、ケイタくん、いいところに。ダイモン教授？ケイタの知り合いか？ちょうどよかった。あなたにお願いしたいことがあるのよ。気まぐれゲートにまつわるミステリーを探してほしいの。え？気まぐれゲート？なんか面白そうな話だな。ええ、気になるでしょ？ミステリーのことならヌーって思ったんだけど、私が見つけた雑誌には載ってなかったのよね。こういうのは人が多い方がいいでしょ？だから手伝ってほしいの。ぐいぐい来るにゃん。しし、いいじゃねえか。探してみようぜ。うん。さあ、そうと決まれば、ゴーゴーゴー。でも、どうやって探そう？ヌーの他のゴーの情報があればゲートについてわかるかもしれませんが、更新されないですかね？お、これはもしや、ストーリーリンク。アユナのストーリーを進めるとヒントが。アユナのストーリーを進めてみよう。ってことで、キュッピーキュッピー。キュッキュッキュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュッ。さあ、アユナに。切り替えます。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。